はい、おはようございます。マスターアートです。今日は2020年、5月の、22日金曜日ですね。はい、今日の御言葉に行きます。今日の御言葉、詩篇の104編の、28節、あなたがお与えになると彼らを集め、あなたが御手を開かれると彼らは良いもので満ちてあります。詩篇104編の28節、動物たちも私たちも生きているものは、みな神様の御手によって養われています。食べ物ばかりではありません。主の御手の中には様々な恵みが用意されているのです。私たちはいつ御手が開かれるか、そこに何があるのか、ワクワクしながらそれを楽しみに生きる者たちなのです。今日の祈り、あなたの御手の中には今何が握られているのですか。それを見るのを楽しみに待ちます。はい、今日の御言葉を感謝いたします。はい、御言葉のカードです。はい、コメントです。はい、では、お祈りいたします。天の父の神様、今日も一日、主と共に歩むものとなさせてください。この祈り、私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、マスターとです。今日も天気がいいですね。週末金曜日、皆さんいかがお過ごしでしょうか。緊急事態も、緩和される、解除されたところも、大部分ですけど、まだ、若干残ってるところもありますけど、いかがでしょうかね。油断するとまた2波3波が来ますので、大変ですけど、頑張っていきましょう。健康には留意されてください。上を向いて前を向いて、歩みまいきましょうね。はい、マスターとでした。また明日お会いいたしましょう。シュアゲン、レッツパッションプリーズユー。はい、失礼しました。